はい、皆さんこんにちは。マイクラやっていきましょう。ただですね、最初にちょっと、謝罪をしないといけません。今週の火曜日と金曜日にですね、経験値を貯めるためのトラップを作るというお話を先週していたんですけれども、残念ながらですね、できないことが発覚いたしました。というのもですね、今週の火曜日、今日がですね、12月29日で、今日がね、アップバンクの最終営業日なんですよ。なのでね、金曜日に動画を公開できないというわけなので、今日はですね、今年1年のマイクラを振り返るみたいなことをね、やっていこうかなと思います。ただですね、その前に私このお花畑に今来ているんですけれども、この近くにですね、前この辺をうろうろしてたら、なんかね、スポナーが表面から見えてるとこがあったんですよ。どこだったの？なんかね、それがあったので、それを使って、スポナーを使った経験値を貯めるトラップ、ゾンビさんを上に上げて、落としてみたいな、あれを作れるんじゃないかなと思いまして、ちょっとね、それを確かめに今ここに来ました。どうだっかな、なんかどっかにね、あるんですよ。その地表の近くにもいきなりスポナー部屋、スポンブロックのある部屋が見えてるところが、まあ、ただ地表近くにあるっていうことは、その上げて下げるみたいな、それを作るのがね、奥深くにある場合と比べてめんどくさいんじゃないかなと思うんですけれども、せっかくね、そんなスポナーがある、あれどうだかな、あるということなので、それを使いたい。で、確かね、ゾンビだった気がするんですよ、確か。どこだっかな、確かゾンビだった気がするんですよ。ちょっと、そこにね、到達しようと思いますので、少々お待ちください。あった、ここ、あ、これ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 、ね、この辺を前うろうろしてたんですよ。そしたらね、なんかあるなーと思って、苔石あるな、雲じゃねえか、雲のスポナーじゃん、それじゃないよ、マジか、ゾンビだと思ってた、雲でしたよね今。ちょっと待って、こいつを倒して、クモじゃねえかよ、マジかよ、なんだよ、クモかよ。クモだとちょっと作りづらい、作れないことはないんですけど、作りづらいみたいな話をコメントでいただいてましたので、マジか。これ何入ってんの、何これ、レコードだって、何これ、え、しかもすげえ入ってんじゃねえかこれ、え、割とレア、クモか。でもこのレコードは何じゃこれ、C418-13 って書いて、何これ、ちょっとレコードの使い方は後で調べてきますけども、クモのスポナーか、これ残念ですね、これすごい残念だな、ゾンビな気がしてた。でもここでこうやって借りまくってたら集まるんじゃないの、そんなことないんですか。一応取っときましょうか、これこうやってさ、ここで永遠にこうやって剣振ってたらたまるんじゃないの、経験値そんなことないんですか。ちょっとこれはここで置いておこう、ステイさせておきましょう、もしかしたら使うかもしれないから、この辺に置いと、あ、こうやったら湧かないか、湧くかな、大丈夫かな、ちょっとこれ取っときましょうね、これは。で、ちょっとレコードがすげえ気になるけども、今日はちょっとこれぐらいでですね、本編、あ、湧く湧く、これぐらいで終わりにしてですね、ちょっと今年1年のマイクラを振り返るみたいな企画をね、やっていく、企画っていうかやっていこうかなと思います。僕のチャンネルはね、あまりなんか1年を振り返ってみたいなやつとか、なんか新年の挨拶とかあんま やらないので、ちょっとね、それでマイクラだけでもやっておこうかなと思います。というわけで画面をチェンジ。はい、というわけで今ですね、自分の、YouTube チャンネルの再生リストのマイクラのやつを出してみました。今のところですね、41本動画がありますね。なので今回の動画で42本目ということになります。一番最初の動画、あ、これ皆さん、これあれですかね、再生リストって逆の方が見やすいんですかね。でもこっちはこっちでね、必要っていう方がいるので、どっちに合わせるかっていうのすごい難しいんですよね。まあいいや、まず1本目、あ、再生済みになってる。はい、皆さんこんにちは。あ、ですね、これだ。今回からマイクラの PC 版を僕、ちょっと止まれ。4月24日に1本目を公開したんですね。なるほどね。何してるんでしょう。あと、ワールド作って、ちょっとさ、のマックスの行く。何してんの？多いんじゃない、できたとしても通ってねえのまっけるあとに初めてなので、いろいろな何にもやってねえ。で、2本目は
マイクラで叫ぶ、はい、皆さんこんにちは、いきなり僕の画面かい、なんだこれ、飛んだ飛んだ。続きをやっていきましょう。で前回ですね、何しちゃったのは、でこれ夜にさ出歩いて死んだやつじゃないですか、これサブクも食べたいんだが、あほら、夜になってさどっか迷子になったんじゃないですか、これ。へえ、そんな感じなんですね。で、拠点が見つからないとか叫んでスキンをか、あこれでね、はい、スキンを、こんにちは、うるさい、これでねスキンをいただいたんですよね、確かね、確か。でそれを設定してありがとうございますみたいな話で、なんか村に行ってるね。へー、で、なんかね馬に乗りたいみたいな話になってサドル探しの旅に出たんですよね。で何をやってたかっていうと、多分洞窟をいろいろ行った、あでね、この動画がねあれなんですよ皆さん、はい、皆さんこんにちは。ほら低評価の方が多くて、これなんでかっていうとですね、なんか途中で村人をね見殺しにしてるんですよ、どっかで。で僕その村人をさ見殺しにするとすごいもったいないみたいなことその時知らなかったから、どこだっけ、それでねすごい怒られたんですよ、見てくれてる皆さんに。ここだ、ここここここ、ちょっと見てみます。入れ入れみたいなこと言われてましたよね、あれだよね、すっげー追われてる。ちょっと僕もゾンビごっこしようかな。ほらダメかな。で、あ、やばいやばいやばい、スケさんが来ちゃった、ダメだ、自らの安全をちょっとダメだ。ゾンビごっこやるとか言ってね、村人を見殺しにしてるんですよ。これをねすごい怒られたのすごい覚えてます。で砂漠、あ砂漠について寺院があってサドルを見つけたんだよ、確か。こう来てこう来て、あーこう来てこう来てる。でちょっとこれ見てみましょうか。あります大丈夫、ここだ、これっぽい、落ちて大丈夫。で感圧板をどけて、どけて見やすくしてあげる、早く見ろよ。全部開けていいんだよね。1個目いくよ、1つ目ドン、入ってない、 NO、 金はもらっていこう。 で次これいっていいんですよね、もうね、いくよ、ほらあった、来た来た。こんな感じでですね、サドルを見つけました。すごい絶叫してましたけど。であとはこれでまだ10とかでしょ、違う9とかか。あとは何やってんだ、あここで猫をねずっと見つけ、なんだかスポナー、あれは、え、なになんだかスポナーの話、今すごい、これ初めて見っけたんですよ、何、どこ、あやべ、豚も入れちゃった。え待って、なんだかスポナーはすごい僕欲してるんだけど、今どこにあるのそれ、なんだかスポナー今超必要なんですけど、僕どこでその話してんの。あ、あった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 、いろいろ見つけたんですよ、あのなんだかスポナー、あれをね初めて見っけたんですよ。ほうで全然ね、その洞窟の深く入ったとことかじゃなくて、なんか全然砂漠のちょっとしたとこになんか出てる洞窟の入り口みたいなとこに、あの苔石みたいのがあったんです。ほう、あの僕の前の拠点のベッドの横にあった。それさっき僕が見つけたスポナーの話じゃねえかってやつね、あれは自分で置いたやつですよ、時々ツッコミ食らってましたけども、あのね苔石があったんで、あそこ行ってみたんですよ。そしたら雲がいっぱい出てくるとこがあって、奥にチェストがあったんですよ。ただそこでなんだっけな、その近くにちょっと崖みたいなとこがあって、そこにね馬で突っ込んじゃったんですよ。それで馬を救出しつつ戻ろうと思ったら、馬をねなんか砂が落ちてくるやつに馬を挟む、まっちゃった、挟まっちゃったのかな、馬がその砂に。で、はあ、へえへえ、あ、ロバか、へえへえへえって言ってね、あのお亡くなりになっちゃいました。え、それ多分さっきのとこでしょ、そのチェストの中にレコードとかあったからね、あなたなんですぐ行かないのこれ。まあいいや、まあいいや。で、猫とかを捕まえてて、何やったんだ、繁殖させたね。で、建物を作ろうって言ってあんまうまくできなくて、ブランチマイニングして廃坑でダイヤを見つけたんだな、これだな。ちょっと見てみましょう。まだダイヤがあったんですよ、ほら、こっちだ、あ、こんな感じですね、ダイヤをここで見つけてるんだわ。で廃坑でいろいろやって、でここで、あ、ここで村へ通じる、死んだ、できました、この辺ちょっと死ぬとこ見てみます。朝になってきましたね。でちょっと待って、さっきの閉じ込めたところにちょっと行ってみよう。どうだ、ここだっけ、ここだね、ちょっとこの辺から行ってみようか、これ石、あっ、ファッ、死んでますねこの人ね。
で、初期リスポーン地点に戻って、そこで何本やったの？ 1,2 いや違う、 1,2,3,4,5,6 本ぐらいその初期リスポーン地点周りでいろいろやってる。で、戻ってきて村人とかのありがたみを分かって、村を整えて今に至ってるわけですね。なるほどね。なんか4月からやってて40何本とか言うとすごいいろいろやった気がするけど、何もやってないですね、この人ね、対してね結構言われてますけれども、何もやってないですね、この人。40本ぐらいやったけどね、特にね、なんか知識が蓄えられたかっていうとそんなこともなくて、ようやく42本目以降ぐらいからそのトラップを作ろうとしてるぐらいなので、まあね、のんびりやらせてもらってるんですけれども、結構ね、僕は思うわけですよ、皆さん。なんか皆さんね、いろんな方がマイクラ上げてるんですけれども、やっぱさ、なんか凝り出すじゃないですか。すっげー超すごい建築物作ったりとか、なんかすっごい仕組みを作って、回路とか使ってね、それでなんかガチャガチャやってすげーみたいなやつとか、あとなんかすごい作業量を売りにしたりとか、なんかみんなそういう風の方になっちゃうから、僕はね、もうちょっとそののんびりしたやつでやりたいなと思って、結果としてはね、すごいダラダラのんびりやってるんで、僕の中ではすごいいいんじゃないかなって思ってるんですけれども、まあね、コメント欄とか見るとね、お前もっと真剣にやれよ、マイクラ何も分かってねえなっていう意見を結構いただくんですけれども、僕は引き続きですね、のんびりやっていこうと思いますので、皆さん2016年ですか、2016年もですね、マイクラよろしくお願いします。引き続きですね、毎週火曜日と金曜日でやっていきたいと思いますので、もしかしたらですね、もう数ヶ月ぐらいしたら、もしかしたら1週間に3本とか増やせるようになるかもしれません。というわけで、こんな感じですね、今日はちょっとあの業務最終日、最終業務日ということでですね、なんかこんな感じになっちゃったんですけれども、まあ、簡単に振り返ってみましたということでございます。皆さん今までありがとうございます。これからもよろしくお願いします。というわけで、締めたいと思います。良いお年を。ありがとうございました。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンより、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。